逃げ出すなんてお姉ちゃんらしくない。最後まで演じてもらわないとね。ひどいやこりゃ。またやっちゃったよ。どうして戻ってきたの？あなたはここに来てはいけないのに。なんで？知らない。知っていても教えられない。もう誰も止められないから。だからお願い、この先には行かないで。寮は私が守ってあげるからね。寮、私寮、死なないでね、本当に。
いよいよ最後だよ。ちゃんと記録したアイテム全部取った。うん、準備は万全。バーカ、そんなの無意味だよ。どうにもならない。すべてをコントロールしている僕だから。どうにもうまくことは運ばないんだよ。優しくないからね、僕は。表面は優しいけど、実は最も厳しいんだよ。甘く見てもらっちゃ困るよ。さあ、どうしようか。物騒なもの持ってるね。危ないなぁ。恐喝でもするつもり？さっきも言ったろ、実は優しくないんだよ。そういうのは許せないんだよね。実際僕が全部ぶち壊してやるから。きれいさっぱりと跡も残らないように。それで悪の合計をぶった切って。それって僕を切るってこと？バカだな、そんな都合のいい話なんてないよ。見たろ、みんな死んでたね。ひどい様だよ、あんなむごいこと。なんて種類がいいのか。僕に拍手を送りよ、まったく。あれ、全部だとは思ってないよね。みんなの仇を取ろうと思ってる。刀もらって強くなって、これで僕にとどめさせて大胆なカタルシス。甘いよ。ミカも助けられるとでも？本当に嫌になるよ。リョウがそんなに単純な相手だったなんて、僕に焼きが回ったね。遠見る目がなくなったよ。やっとだね。さっき会ったのよ。覚えていないでしょ？でもいいよ、そんなの。これからはずっと一緒にいられるから。リョウも平気でしょ？残念だったな、あれが俺じゃなくて。でもな、誰でもできるんだよ、あれぐらいはさ。良かったと思ってるよ、君に執着してきて。わからないか、まだ。それも意味を変えた愛の形だよ。人間愛とか言った壮大な嘘ではない、普遍の愛だよ。
じゃなきゃ死ねるかい？人のためにさ。リョウ、私はあなたを責めない。あなたを否定すること、私自身も否定すること、誰だって無駄にはしたくはないよね。無理やりにでも理由をつけたくなるじゃない。だから私の死は無駄なものではなくて意義があると。その意義はあなたなの、リョウ。あなたがいるからこそ私が存在して、強がる必要はもうない。いいんだよ、解放してあげる。かわいそうな子、ごめんね。リョウ、
寮